こんにちは、ビル・ジェイク・ビーツです。ラッパー、シンガーの方に使っていただけるフリービートを作ったり、これから、ビートメイクやラップを始めようという方向けの動画を撮ったりしています。今日は、こちらの画像にある MPC のシリーズ、これヒップホップのビート作る上ではめちゃめちゃ有名な機材だと思うんですけど、この MPC という機材って iPhone 版が出ているので、その iPhone 版の MPC っていうのを紹介したいなと思ってます。実は前回作った動画が iPhone にフリーで最初から入ってるガレージバンドっていうのを使ってトラップのビート作りましょうっていうのをやったんですね。ガレージバンド自体はすごくいいアプリで、音楽制作のアプリとしては完成を意識していて、マルチにどんなタイプの音楽も作れるんですけども、でそこで結構質問いただいたのが、サンプリングのビートみたいなの作れないんですかということでご質問をいただいてました。サンプリングでビートを作るにはガレージバンドって実はそこまですごく使い勝手がいいものではないです。作って作れないわけじゃないんですけども、どちらかというとやっぱりね、サンプリングらしいビートを作ろうと思ったら IMPC っていうのを使うとですね、圧倒的にやっぱり作りやすいので、90年代のヒップホップとかローファイヒップホップ、ブンバップみたいなものとかですね、そういうスタイルのもヌジャベスさんがやってたりとか、マドリブがやってたりとかするようなタイプのビートに関してはガレージバンドよりも MPC の方がやりやすいかなと。先日トラップのビートをガレ版で作ってたんですけども、シンセ中心で作るならガレ版ありなんですけど、最近トラップって結構サンプリングっぽいローファイな音が上ネタで鳴ってて、でそこにトラップのビートが入ってくるみたいなパターンも増えてるので、こういうビートになってくると、これもまたもしかしたら IMPC で作っちゃう方が作りやすいのかもしれません。ぜひトラップのビートでも少しローファイでサンプリング感のあるようなビートを作ってみたいという場合は、ガレージバンドにも合わせてこちらの IMPC もチェックしてもらって、サンプリングっぽさが残る上ネタを活用したトラップのビートなんかもね、作ってもらえるようになるんじゃないかなと思ってます。でまず MPC ってどんな機材かなっていうのがまだわからないという方もおられるかもしれないので、一応軽く説明しておきますと、ここにあるパッドですね。このパッドのところに好きな音を録音して何度叩くと音の音が鳴るみたいな、そんな機材で、本当に90年代のヒップホップはもうほぼほぼこれで作られたって言っちゃっても過言じゃないぐらい、サンプリングヒップホップですね、最近だとローファイヒップホップとかブーンバップとか呼ばれるような、そんなサンプリングのビートを作るための代表的な機材として、この MPC についてなんかかなり古い機材ですけども、今でもこれ使ってるような人もおられたりしますし、これの1個前のですね、 MPC3000 とか、その辺使う方もおられたりすると思います。でこの MPC っていうシリーズなんですけども、本当にプロ用のビートメーカー機材ということもあってですね、MPC3000 なんかが出た頃が確か30万とかして、で、これも十何万とかですね、MPC2000 でだいぶ安くなったと言われてたんですけど、それでも十何万とか。で、ちょっと実は現在も出ていて、で、今はこの MPC1 なんていうのが最近出たんですけども、これもMPC としての機能十分あって、すごく機能は進化してるんですが、値段がすごく安くなって、ただ安くなったといっても8万とかですね。ローファイヒップホップなんかでよく使われてる SP404、いい機材なんですけど、やっぱり4万とかしたり、初めて買う機材としてですと勇気がいったり、してしまう値段かもしれないなと思ってまして、もちろんね、そういう機材買える方は最初からそういうので始めるといいと思うんですが、iPhone さえ持っていれば、この MPC の代表的な機能は大体使えて、この動画撮ってる時点で3000円ぐらいですね。こういうアプリの値段変わるんで、ちょっと変わってくるかもわからないんですけど、そんなお値段で実は MPC の代表的な機能ほとんど使えちゃうよっていうアプリがありますんで、今日はこの MPC を作ってるメーカー赤いがですね、純正で出している IMPC というアプリを紹介していきます。ざっくり言うと、この16のパッドに例えばピアノとかギターとか、90年代のヒップホップでよくあったのは70年代のソウルとか60年代50年代ぐらいのジャズとかのですね、ピアノとかギターのフレーズなんかをサンプリングしたり、そのフレーズをこうズタズタに切り刻んで、それをサンプリングのパッド一個一個に割り当ててフレーズ並べ替えて、で原曲からは想像がつかないような新しいフレーズを作ってビートを作ったりとかですね。で、もちろんドラムも割り当てられますし、人の声を録音して当てるようなこともできますし、本当にMPC 工夫をすればどんなタイプのビートでも作れちゃうような、すごく使える機材なんですね。IMPC の方もですね、もう大抵そういったことは大体できます。普通にサンプリングをしてですね。で、IMPC すごいのは、Spotify からもサンプリングできちゃうんですよ。だから Spotify でもう本当にとんでもない曲数あると思うんですけども、その曲からですね、サンプリングしたい曲を選んでサンプリングしちゃうみたいな使い方もできるんで、で、そういう使い方も紹介していきたいなと思います。今日の動画では、プリセットを使って基本的なビートメイクっていうのをちょっとやってみて、最後に軽くですね、サンプリングのやり方も一応紹介しておこうかなと。回を追ってですね、だんだんもう少し上級編と申しますか、深掘りした使い方っていうのも今後紹介していきたいなと思っているので、MPC 使えるようになりたいなという方はですね、まずはぜひチャンネル登録などをして、今後の動画もお待ちいただけたらなと思います。なんせね、MPC のいいところは、本当に簡単操作なのに、すごい本格的な音が最初から作れちゃうんですよ。もう本当に音楽理論もいらないですし、完全に初心者の方でもですね、1日2日頑張れば、もしかしたら使えるようになっちゃうんじゃないかなっていう、そういう機材ですね。ビートメイクなんて自分にはできないんじゃないかなと思っているような方でも、意外とできんじゃんっていう感じでですね、すぐにできるようになったり、するっていう、そういう良さもあるので、個人的にはすごくおすすめなアプリです。値段も安いですしね。では、動画の方
方で紹介していきたいと思います。まずインストールしたらこんな画面、英語になってるんですけども、もうコンティニューですよね。こういうのコンティニューで、あとマイクの使用の許可とかも聞かれたら OK にしてください。通知の送信の許可ですね、多分許可しなくても大丈夫と思いますけど、一応許可にしておきます。もしいらなかったら後で iPhone の設定側の方で通知オフにしてもらったらと思います。これフリーのサウンドパックですね、これももらった方がいいと思うので、スタートナウで押してください。これで、時間がちょっとかかるんですけども、メールアドレス入れるともらえます。はい、でこの IMC 面白いんですけども、ちょっとね、英語でどうだろう、使いづらいかもわからないですけど、一応ですね、毎日新しいコースがアンロックされて、新しい、コースを見ながらですね、IMPC の使い方を勉強できるよみたいな機能がついてたりします。それの説明ですね、これまあ段にしておきましょう。最初にこんな画面ですね。もうあらかじめ曲が作られたプロジェクトのデータがいくつか入ってるんですね。でヒップホップとかトラップとかいろいろあるので、まあ、こういうの開いてみるとね、制作された曲が入ってる状態になってるんですけども、まあ、こういうのを後々作っていきながらですね、参考にしていくといいかなとは思うんですが、もうすでに曲が作られちゃってるんで、ちょっと使い方の説明はしづらいので、ニュープロジェクトでまっさらな状態から始めたいと思います。このここのニュープロジェクトで、新しい曲を作り始めます。はい、でこれを押すと、こんな風にテンプレートを選択する画面になります。でテンプレートもいろいろ入ってて、どれも、結構かっこいいプリセットの音が入ってるんですけども、この中から今日は、ヒップホップを選びたいと思います。はい、でヒップホップ、これもうパッド叩いていただくと、この荒々しいブンバップ的なですね、サンプリングのヒップホップのビートが聞こえると思います。でこの辺にはハイハットの音があったり、あとはこれはいわゆる上ネタですかね、ピアノみたいな音とか、いろんな音が混ざったサンプリングらしい音ですね。でこんな音もあったりとか、人の声みたいな音もあったり、あとはベースみたいな音ですね。でこのパッドなんですけども、この16パッドをこの ABCD のバンク切り替えで違う音が入ってるので、今 A のところにこのドラムのキットが入ってたんですけども、 B のところはこれですね、サンプリングして作ったベースの音みたいな感じの、ちょっと雑音も混じってるようなベースラインの音ですね。こんな感じで、ベースラインの部分が B のところに入ってて、 C のところ、これはいわゆるサブベースみたいな音ですね。ベースの低音を支えるために使うようなイメージの音です。まあ、シンセのベース音みたいな感じですよね。はい、ではこのベースの音が C のところに入って、 D のところは特に何も入ってないので自分で足したりもできます。今日このプリセットだけでどんな風にトラックビートを組み立てていくのか見ていきたいんですけども、まずちょっとざっくりどんな感じのビートにしたいのか、このサンプルを鳴らしながらイメージを組み立てて BPM を決める、曲のテンポのことですね。どのぐらいの速さのトラックにするのか、トラックの速さのイメージをあらかじめつけておいて、まず画面を下のパフォームからソングへ切り替え、 BPM これもあらかじめ97がセットされてるんですね。自分のこのぐらいのリズムだなっていうのがあれば、ここでタップボタンっていうのをタップしていただくと変わっていきます。このタップボタンをですね、自分のこのぐらいのリズムかなというテンポで叩いてみてください。そうすると、テンポが自分の持ってるテンポに調整されていきます。でこのバーズっていうのは、何小節のループにするか、まあ、今回このまま特に設定回数に2小節の97という BPM でやっていきたいと思います。はい、ではさっきの、これはですね、今ソングという画面になってるんですけども、ソングの画面の方からパフォームの画面に戻します。早速なんですけども、もうビートの打ち込みから入るのが一番面白いんじゃないかなと思うんで、ビートの打ち込みから入っていきたいと思います。ビートの打ち込みをするにはレックというボタンをつけます。それからプレイボタンを押すとレコーディングが始まります。で、打ち込み方なんですけども、まず今回はハイハットを打ち込んで、2小節分ハイハットを叩いたら、そのハイハットがループし始めるので、次はこのキックとスネアのドラムの方も足していきたいと思います。いわゆるハイハット系の金物の音がここに何種類かあるんですけども、コツとしては全く同じハイハットの音を淡々と鳴らすのもいいんですけども、グルーブを出したければこんな風に違うハイハットの音を混ぜると、こう人間が叩いているようなグルーブにちょっと近いような気持ちのいいグルーブが出たりするので、今回ハイハット、この2個の音を使ってみたいと思います。
はい、ちょっとねミスってしまってますね。こんな感じでミスったらミスったでそれが味になっていくっていうのも MPC のいいところかななんて思うんですけども、まあちょっと今回は直したいと思います。じゃあ、私叩くの下手くそなんでこのタイムラインっていう画面に行きます。でちなみにこのタイムコレクト、これ自動で16になってるので今回特に調整してないですけども、ここですね、このタイムコレクト押すと何ビートをですね、どの拍で調整するのかっていうのを選べるようになってます。はい、では今回はプリセットのまま変えてないです。じゃあこの下にあるこのタイムラインっていうところに行きます。で私、ずいぶん下手くそに打ち込んでしまいました。こんな感じで後ろのやつがちょうど1ビート分ずつぐらいずれてしまっているので、これを修正したい場合は1個まずのノートを選んでもらって、この点を選んでもらうとこういうふうに拡大できるの でこの引っ張った状態で1個ずりっとずらせば OK ですよね。はい、こんな感じで直せました。じゃあ次キックとスネアをその上に打ち込んでいきます。でさっきレックのまんまにしてるんで、この状態で叩くとそのまんま上書きで書いていけます。で2、3、4の1のところから始めますね。4、5、6、7、8。はい、どうでしょう。はい、今回はうまく打ち込めてますね。では一旦止めます。はい、でレックボタンも外します。はい、これでドラムのグルーブができました。ちょっと聞いてみましょう。いい感じにドラムのグルーブが組めましたんで、じゃあここに上ネタを今度は足していきたいと思います。こんな感じの上ネタでどうでしょうね。ちょっとまあ、プリセットをそのまま使うだけなんで簡単にではありますが、この上ネタを使ってみようかなと思います。他にも結構こういう上ネタっぽいものも入ってるので、他の上ネタはこの後ちょっと足しながら考えていきたいと思います。じゃあ、シンプルにこの9番に入ってるやつですね、これをやっていきます。ヒップホップ的なラフな感じかもしれないですけども、連打してるだけみたいなやつですね。これだけだとちょっと物足りない気もするので、何か効果音を足してみたいですね。聞きながら、こんな感じのこの上ネタをちょっと足してみたいと思います。2小節目の終わりに入れてみましょう。はい、いい感じですね。はい、ではですね、こんな感じのビートできたんですけども、ちょっとこれまだ物足りなさが感じられるんじゃないですかね。これだけでもなんか淡々としたドープな雰囲気みたいな感じで成立そうな気がするんですけど、何がないかというと、ちょっとベースがないので、ベースがないのがちょっと寂しい雰囲気になってしまってるんで、この B のところにあったベースの音、これをね足していきたいなと思います。でちょっとこのサンプリングっぽい、少しノイズも乗っちゃってるようなベース、これをあえて使う感じでですねやってみましょう。でこのベースのパターンどうすればいいのかって結構ね難しいところなんですよね。本当にちゃんと音楽的にやろうと思うと、いろいろ考えないといけないとかって思うかもしれないんですけども、サンプリングでヒップホップ作ってる時点でもう音楽理論とか理論的なものは割と破綻しやすいんですね。さっきのピアノのフレーズを連打してループさせてるみたいな時点でですね、まあちょっともう音楽的にもあんまり深く考えないといいと思うんですよね。もうかっこいいと思うフレーズを入れていく。で、強いて言えばキックが鳴るタイミングにベースを鳴らしておけば、まあ結構安牌です。で、あんまりいろんな音を使いすぎない。こうやっていろんな音を使いすぎるとヒップホップらしさも失われてしまったりとか、すごい雑にコツだけ説明するとあんまり動かしすぎないっていうことと、あんまりたくさん音使わない方がいいと思います。もしよくわからなければ、まあ3つ4つぐらいで隣り合った音とか、隣り合った音から1個離れた音とか、
こんな感じでちょっと繰り返して同じの音を鳴らすとか、そうするとシンプルな、ヒップホップ、ちょっとドープめなヒップホップっぽい感じになりやすいです。で、これを音楽的に鳴らそうと思うとちょっとある程度ね、理論も勉強しないといけないってなってくるんですけども、まあまずはね、かっこいいヒップホップを作るっていう目的で、そんな難しく理論で考える必要ないと思うので、ちょっとね、鳴らしながら。はい、どの音がいいか、まあもうね、これはもう感覚的にやっていけばいいんじゃないかと思います。ちょっと このパターンがいいかな。こんな感じにしようかな。これでやってみようかなと思います。はい、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。まあ、もし理論のわかる方がおられたらね、ツッコミどころとかもあるところなのかもわからないんですが、結構ね、前に中田泰孝さんが、Perfume とかのプロデューサーの泰孝さんがでおられたのが、ピアノとかもされていて、理論とかもお分かりになられていると音感もあるという状況でですね、ビートメーカーの方が、その理論を無視したかっこよさのビートを作るっていうのが、音楽理論を知ってる自分にはできないんだということをね、おっしゃっておられた、のインタビューで拝読したんですが、まあそんな風に理論通りすぎると、ビートメーカーらしいかっこよさっていうのが失われてしまうということもありますんで、ビートメーカーとしてね、もしMPC とかでビートを作るのであれば、あえてちょっと理論から離れて始めてみるっていうのはすごいありなんじゃないかなと思います。そこが逆に強みになったりする部分になってくるので、ではちょっと最後にもう一回聞いてみましょう。はい、じゃあですね、まず一つのループができたんですけども、この今作ったループをですね、組み合わせて最終的にビートを作っていくんですけども、例えばドラムのハイハットがないパターンがあったりとか、ループのパターンが2小節、2小節、2小節と繰り返して、最後7小節、8小節目のところですね、ところだけちょっとパターンが変わるみたいなこととか、結構あったりすると思うんですけども、そういうパターン違いを作っていくのはですね、このソングの画面になって、あれちょっとね、この IMPC のちょっと怖い部分というか特徴というか、あんまりアプリとして正直安定してない気がします。ちょっとわからないです、これ自分的な感覚かもしれないですけど、なのでちょっとね、時々セーブしてほしいんですよね。時々セーブしましょう。セーブするとき、すいません、ここですね、このボタンを押してクイックセーブで、その後ダウンを押す。これでセーブされました。これやっておけばアプリ落っこちちゃっても、曲作った曲が消えるってことないです。はい、では今作ったこのパターンなんですけども、ソングで言うとこのアンタイトルド A ってなってますね。ここのパターンになってるわけですね。で、これをどんどん並べて違うパターンを作っていくんですね。このソングっていうボタンを押してると、このパッドはさっきみたいなドラムは鳴らなくなっていて、今作ったループがここに入ってるようなイメージですね。なので、この次のループ新しく作るんですけど、これ0から作ると、またドラムとか打ち直しなんで、まあそれはそれで打ち直してもいいんですが、このクローンシーケンサー、ちょっとパターン違いを作るときは、このクローンシーセックってやるシーケンサーのことですね。これを押してあげると、このパターン A のコピーができます。で、これをちょっと修正するだけでいいんですね。では、ここの上ネタをちょっと変化をつけようかなと思うんですけども、変化をつけるためにいくつか消したいので、このタイムライン、さっき見たこのMIDIの打ち込みみたいな画面ですね、ここへ行きます。で、上ネタこれですね、ここのラインが上ネタなので、これのパターン違いを作りたいので、ちょっとここを消します。一回全部ね、消すにはさっきと同じ1個まず選びます。で、選んだ後こう引っ張っていくと消せるよと。で、この選んで引っ張った状態でカチカチっと、カチッと押すのかな、パンと1回タップする感じで、そうするとメニュー出てくるので、その中からこのデリート、これでいらないところが消えました。じゃあちょっとこの消したパターン聞いてみましょう。はい、何もなくなったって感じですね。はい、で、ちょっとね、このベースもなくていいんじゃないかななんて思ったんで、このベースも引っ張って消しちゃいます。で、これちょっとね、90年代の代表的なプロデューサーの DJ プレミアが
やっていたような感じなんですけど、ちょっとここに違う、突然違うサンプルをぶっ込むみたいなやつをやってみたいと思う。こんな感じにしてみようかなって思ってます。はい、こんなパターンができましたと。じゃあですね、ちょっとこのさっきのパターンと並べて聞いてみたいので、ソング見てみます。これで2つのパターンが今できたので、パターン A からずっと頭から聞くには、このプレイソング、ここですね。このプレイソングをオンにすると、この順番、1番、2番、3番みたいな感じ順番で聞かせてくれます。はい、こんな感じですね。はい、このパフォームの画面に戻ってちょっとプレイソングを終了して、じゃあ、この A と B っていうパターンできました。でもうね、察しのいい方は、お分かりだと思うんですけども、例えばじゃあこれをコピーして、今のがサビの部分だったとするじゃないですか。ここがサビだったとして、バースは、このクローンでクローンを作って、でハイハットとかいわゆる上ネタも最初なしにしちゃってもいいかもしれないですよね。ちょっとじゃあ軽くタイムラインいじっちゃいましょうか。ハイハットをあえて、なしにして、よいしょ。上ネタも効果音みたいなやつ1個だけ残して、ベースは残しましょうかね。せっかくなんでね、ベースも残して、この音とこの音両方とももう消しちゃいたいと思います。じゃあこれも同様に選んで押し、バチッと一回押して、はい、でこれでできました。じゃあ聞いてみましょう。はい、これがバースってことですよね。はい、じゃあまあここがフックだとして、はい、でここがバースみたいなイメージですかね。こんな感じでパターンいろいろつけていって、例えばフックが8、バースが16とか、まあそんな感じで変化をいろいろつけていくとヒップホップトラックができていくと。最後ね、ここまでやって書き出すんですけども、ここその辺はまた追ってご説明をしていきたいと思います。まずは今日はちょっとですね、ビートの組み方の説明でした。あとはパッドのいじり方とかですね、例えばこういう音も変化いろいろつけられるんですね。あと最初に説明したように、これはサンプラーなので、当然ここに自分の好きな音を録音して、それをサンプリングして使うなんてことができるんですね。まあちょっと軽く見せると、このツワークっていうのに入って、例えば新しいパートにしましょうか。 D に新しいパートとするんですけど、でここにじゃあ何らか新しい音を入れるには、このツワークにして入れたいパッドを選んでニューサウンドって押します。でそうすると、今マイクの録音するんで、ここで録音ボタンを押せば自分の声やってくれますし、ターンテーブルっていうのがあるんですよ。これすごくて、 Spotify とか iTunes とつなげれるんで、例えば Spotify で、自分のアカウント入ってもらって、で Spotify、 しかも私 Apple Music 使ってるんで、フリーアカウントしか持ってないんですけども、フリーアカウントでいけるんですよね。ご自身の、アカウントにログインいただくと、こんな感じで Spotify の画面が見えるんですよね。でちょっとあえてね、自分の曲にしましょうかね。ビルジェイクで探してみます。ビルジェイクビーツの曲何曲か出てきたので、私の曲をとりあえず一回サンプリングしてやってみたいと思います。自分の曲を自分でサンプリングするというね。はい、でこのサンプリングされると、こんな感じで、まさにターンテーブルですよね。スクラッチもできます。でこれ録音ボタンを押したら、この音をサンプリングできる。ちょっとどんな音か一回聞いてみましょう。はい、こんな感じの音ですね。はい、じゃあ何をサンプリングしようかなっていうところなんですけど、まあ何を本当にサンプリングしてもいいんですね。ドラムの音でも、このギターの音でもいいですし、これだって思うところですね、録音ボタンを押して適当にやりますよ今回ね。はい、でこれで撮れました。でこれ聞いてみましょう。こんな感じ、こう面白いかもしれないね、この音ね。じゃあちょっとあえてここもこのフェーっていう音を使ってみましょうか。はい、ちょっと音がちっちゃいですね。
この音がちっちゃくて目立たないんで、じゃあこれぐらいにします。はい、じゃあこれでさっきサンプリングした音をこんな風に当てられるんですね。ちょっと一回入れてみましょう、せっかくのでね。ちょっと変なタイミングに入っちゃいました。はい、まあまあこんな感じですよ。ね、適当にやっちゃったので今ね適当な感じになったんですけども、まあこういうちょっとサンプリングのやり方っていうのも後々、またご説明をしたいと思ってます。もうちょっとね詳しくサンプリングのやり方、ご説明できるんで、まあちょっとね、ま、次の動画待ちきれないという方のために簡単に説明させてもらいました。はい、ではですね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。では今回はプリセットで簡単にビートを組むところまででしたが、まだまだ IMPC の実力の、最初の 3% ぐらいしか見てない状態なので、チャンネル登録の方をしていただいて、引き続きこの IMPC の解説動画の方を楽しんでもらえたら嬉しいです。 MPC のサンプリングのビート制作が、まあ、本当に3000円とかのアプリでできちゃうってね、本当にすごい時代だなと思います。これが一昔前ならサンプラー買っただけでもう10何万ですよ。しかも機材なんてその他にもたくさん必要でしたからね。今本当にそういう意味ではすごいいい時代ですよね。とにかくこういういい時代なんで、ちょっとでも興味があるならIMPC でもいいですし、フリーのガレージバンドでもいいと思うんですけど、一度ビートメイクにチャレンジしてみてもらえたらなと、思います。まあ、この動画をきっかけにですね、ぜひ一人でも多くのビートメーカーが日本に生まれてくれたら、もう本当に幸いですね。動画を見て分かりづらかったこととか、あとこういうことも見てみたいなんていうこととか、あればどん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 コメントください。可能な限り返信したり、できるものは動画にして作っていきたいと思います。じゃあ最後まで視聴してもらってありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねボタンなどもよろしくお願いします。